ナットールへ文書の模写。右上に八の鹿と記されており、右の人物が八の鹿、ジャガーの爪であることを示す。その左は七の家の年を表す。左の人物は四のジャガーミシて、テカ文字は、今のメキシコ南部のオアハカ州西部から、プエブラ州南部にかけて広がるミシテカ文明によって使用された文字。五個天気からスペイン人による征服以降の17世紀頃まで使われたが、 部分的にしか解読されていない。中央メキシコのアステカ文字と同様に、絵を中心として、数字や小読みの日付、固有名詞などを補うために文字が使用される。このため、単語を記すことはあっても、文字だけで文章を記すことはなく、文字というよりも原文字に近い。ミシュテック語は、サポテック語と同じ音マンゲ語族に属しており、アステカ文字で表される。 ユとアステカ語族のナワ取るごとは全く異なるが、ミシュテカ文字はアステカ文字とよく似ていて、主要な情報は絵によって表され、絵では表現が難しい日付、人名、地名などが文字によって補われる。ライデン大学のヤンセンによると、両者はおそらくともにティワカンに起源を持つという。ミシュテカの地では、元サポテカ文字に近いニュイニエ文字と呼ばれる文字が使われていたが、 ここ天気早期以降は、ミシュテカ文字がとって変わった。アステカ文字と同様に、地名では時に、標本的に文字が使用される。例えば、ユークザという地名は、山と鳥で表されるが、鳥の中に顎の円が含まれており、ザと読むことを表している。数字は円を並べることで表す。例えば、13は、円を13個並べる。 ミシテカでもメソアメリカで一般的な260日の暦が使われたが、これは13の数字と20の日付の記号を組み合わせる。52年のカレンダーラウンドを表すための特別な記号があり、ラテンアルファベットの大文字の A と O を組み合わせたような形をしている。この記号の中に4つの日付の記号の1つを書き、数字を加える。現存する。 ミシテカ文字の主な資料は鹿側に書かれた絵文書や布である。ミシテカ絵文書はティラントン語を中心とするミシテカの歴史、特に蜂の鹿、ジャガーの爪の辞席を記している。大部分の絵文書はイギリスやイタリアなどのヨーロッパにあるが、コロンビーの絵文書はメキシコにある。このうちエジャートン絵文書とムーロ絵文書はラテン文字でミシテック語を記している。 メキシコの考古学者、アルフォンソカソは、これらの絵文書を、スペイン人の残した地図と比較することでミ指テカの応答を明らかにした。他に、ボルジア英文書などの宗教的な内容を持つ、英文書群の一部分もミ指テカのものと言われることがあるが、学者の意見は一致していない。ありがとうございます。